ライカジオシステムズ社製のトータルステーションリターリーター、あるいはライターとも表記される。光検出と即拠ないし、レーザー画像検出と即拠は、光を用いたリモートセンシング技術の一つで、パルス状に発光するレーザー照射に対する散乱光を測定し、遠距離にある対象までの距離やその対象の性質を分析するものである。 日本語ではライダー、ライダーとカタカナ書きされることも多い。軍事領域ではしばしばアクロニムレイダーが用いられる。この技法はレーダーに類似しており、レーダーの電波を光に置き換えたものである。対象までの距離は発光後反射光を受光するまでの時間の差で求まる。そのため、レーザーレーダーの語が用いられることもある。ライダーは、地質学、地震学、リモートセンシング、 大気物理学で用いられる。近年は自動運転車用センサーとしても注目されている。なお、民間利用としては、アップル社の製品である iPhone12 iPad のプロ以上の機種に搭載されており、ナイトモード時の対象物測距や 3D スキャン機能等もこの技術を用いて実現されている。ライダーとレーダーの最も基本的な相違は、ライダーはレーダーよりも、 はるかに短い波長の電磁波を用いることである。典型的には紫外線、可視光線、近赤外線である。一般的に検出できる物体や物体の特徴のサイズは波長を下回ることができない。従ってライダーはレーダーよりもエアロゾルや雲の粒子の検出に向いており、大気の研究や気象学にとって有用である。 ある物体が検出されるには、電動性に不連続性があり進行してきた波を反射する必要がある。レーダー波は金属物によって効率よく反射されるが、うてきや岩といった非金属は反射を起こしにくく、物質によっては全く反射が検出できず、レーダーでは見つからない場合がある。エアロゾルや分子のような極めて小さな対象は特に増えてである。 スターファイア工学実験場において調整中の色素レーザー。ライターとレーザーガイド製の実験のために用いられる。レーザーの波長は大気上層のナトリウム原子を冷気させるのに最適なナトリウムのフラウンホーファー線の波長に設定されている。基本的なライターシステムの作動。変調されたレーザー光が回転する鏡で反射され、 レーザー光が左右に首を振ることで操作され反射して戻ってきたレーザー光が検出器で捉えられ一次元もしくは二次元的な寸法を得る。位相角のズレから対象物までの距離を得る。ライダーを用いるとこれらの問題は解決する。ライダーの高速は密度が高くコヒーレンスも高い。それだけでなく波長が極めて短い。このような電磁波は 小さな物体によっても極めてよく反射される。ライダーの使用法によっては別の種類の散乱が利用される。レイリー散乱、ミー散乱、ラマン散乱、傾向である。ライダーの波長は煙などの大気によって運ばれる粒子、雲、大気の分子の測定に最適である。レーザーの高速は通常極めて絞り込まれ、細いビームとなっているので、 極めて高い光学的解像度をもって、大気の特徴をマップすることができる。さらに、多くの化学物質において、可視光はマイクロ波に比べ強く相互作用するので、それらを検出する感度が高い。各種波長のレーザーを上手に組み合わせれば、散乱光の強度と波長との関係から、大気の蘇生を離れたところから調べることができる。ライダーは、 大気の研究と気象学に主に用いられてきたが、近年では航空機や人工衛星にルックダウンダウンワードルッキング型のライダーを搭載して行う調査やマッピングの方法が開発されるようになった。ライダーの構成は大きく2種類に分けられる。一つはマイクロパルスライダーシステム、もう一つは高エネルギーシステムである。マイクロパルスライダーは レーザー技術の進歩とコンピュータの演算能力の驚異的な向上とが組み合わされて可能となったものである。比較的低出力のレーザーを用い、しばしば目に優しいシステムと呼ばれる。目を防護し、失明を回避するための予防措置を取らずに用い得るからである。高エネルギーシステムは大気の研究では一般的である。雲の高さや層構造、 雲の粒子の性質、温度、圧力、風、湿度、微小な気体の濃度などの大気のパラメータを測定することができる。次に、ライダーを構成する要素を挙げる。レーザー、科学研究以外の分野では、波長600から800ナノメートルのレーザーが最も一般に用いられる。安価で大出力のものが得られるが、目に優しくはない。目に優しいことは、 軍事利用ではしばしば必要となる。波長1550ナノメートルのレーザーは目に優しいが十分な出力のものを得るのが難しく一般的ではない。航空機搭載型ライダーは一般的に1064ナノメートルのものを用いる。海底探査システムの中には水中透過性の高い532ナノメートルのレーザーを用いる場合がある。波長の他にも 発光間隔と発光時間も適当に設定しなければならない。スキャナと光学系データ収集速度はシステムのデータ操作速度にも影響される。操作は二次元的に行われるが、その方法は様々である。2枚の平面鏡を振動させるもの、多角形の鏡を用いるもの、スキャナが2軸を持つものなどである。光学系の性能は 角度方向の分解と検出できる距離の限界に影響する。反射光の分離には穴の開いた鏡を用いる方法とビームスプリッターを用いる方法がある。受光器と電子機器、受光器には様々な物質が用いられる。ケイ素とインジウムガリウムヒ素を用いたピンフォトダイオードやアバランシェフォトダイオードが一般的であるが波長によっては光電子増倍感も使われる。 受講機の感度は、ライダーの他の部分の設計とうまくバランスを取らなければいけない。ポジショニングとナビゲーション、ライダーを可動型のプラットフォームに搭載する場合は、センサの絶対的な位置と方向を決定する装置が必要である。GPS と完成誘導装置が用いられる。米、ウェイモの自動運転実証車。ナンバープレート上部、前輪上部。 車両天井の黒いドームの中にそれぞれライターが搭載されている。自動運転技術、条件付き自動運転であるレベル3やドライバーによる運転を前提としないレベル4から5の対応になると高速道路や一般道路を安全に自立走行する機能が必要となる。そのためセンシングの上調性を担保する理由でカメラやミリ波レーダーに加えてライダーが採用される。 これは、ライダーは、色の識別や悪天候時のセンシングを苦手とする、代わりに、距離の計測においては、他のセンサーの認識精度を凌駕するためである。このような事情から、矢野経済研究所の発表によると2030年には、ライダーの市場規模は4959億円になると見込まれている。地質学や地震学では、 航空機搭載型ライダーと GPS を組み合わせ、断層や隆起、人口に伴う地殻の変異を測定するのに極めて役立っている。このシステムを用いれば、地殻変動を樹木越しに測ることすらできる。ワシントンのシアトル断層を発見したシステムとして有名になった。2004年の噴火によって発生したセントヘレンズ3の隆起の程度も、 噴火前後のデータを比較することで示すことができた。航空機衛星搭載型ライダーシステムは氷河の観測にも役立っている。ライダーであればわずかな象徴をも測定できるためであり、アメリカ航空宇宙局のアイスサットにはこの目的でライダーが搭載されている。林業においてもライダーは様々に応用される。航空機衛星搭載型ライダーによって林管の高さ、 バイオマスの測定、リーフエリアの測定が行える。他の産業、例えばエネルギー産業、鉄道、運輸関連分野でも手早いサーベイ法として用いられる。宇宙船によって月面に設置された鏡を用いて月と地球の距離を観測する世界規模のネットワークがあり、ここでもライダーが用いられる。月との距離が ミリメートル単位の精度で測定できるので、一般相対性理論の検証に有用である。宇宙機に搭載されたライターとしては、1994年の STS-64 にライトが搭載され、雲やエアロゾルを観測した。火星を回る NASA の探査機、m a r グローバルサーベイヤーは、モラと名付けられたライダーを搭載しており、目を見張るほど正確な地形図をもたらしている。 また、2003年に打ち上げられた NASA のアイスサット衛星にもグラスというライターが搭載され表彰や大気の観測を行った。2006年に打ち上げられた NASA のキャリップス衛星はケイリアップを搭載し大気の観測を行っている。2014年にエサが打ち上げる予定の a d m アイオロスも風や大気を観測するライターが搭載されている。 日本初の月周回衛星カグヤも一種のライダーであるレーザーコード系、ラルト・レーザーアルティマタースを搭載しており、かつ前面の正確な地形コードデータを取得した。車載ライダーを用いて生成された天群データ。18秒以上の撮影時間中におよそ2300万点の点が生成された。大気物理学では、 中層及び上層部の大気に含まれるいくつかの物質の濃度を遠距離から測るのに用いられる。カリウム、ナトリウム、分子上の窒素及び酸素といった物質である。これらの濃度を測定することで温度を計算することもできる。ライダーは風速の測定やエアロゾル粒子の延直方向での分布を調べるためにも用いられる。海洋学では 植物プランクトンの傾向及び海洋表層の総合的なバイオマスの推定に用いられる。船舶による測定が困難な海域での海底探査にも航空機に搭載して用いられる。また、蒸気以外にも速度超過に対する交通取締り用としてレーダーの代わりに用いられることがある。レーダー取締り機は携帯するには大型であり、 特定の車両を分離して測定することがしばしば困難であるが、ライダーを用いると小型のカメラ式取締機によってたくさん走っている車両のうち1台を狙い撃ちにすることができる。レーダー取締機はドップラー効果を用いて対象の速さを直接測定するが、ライダーの場合2点間を通過する時間から速さを計算する。軍事応用を象述するには、 時期焦燥であるが、イメージングに関するかなりの研究が進んでいることが知られている。空間分解能が高いため、対象の細かな特徴を捉えることができる。軍事分野では、レイターのアクロニムで呼ばれることが多い。立体イメージングが可能である。スウェーデン、デンマーク、アメリカ合衆国、イギリスで、 軍事応用,用が研究されており、数キロメートル先の対象の立体像を10センチメートル以下の誤差で描出することができる。イギリスにある欧州トーラス共同研究施設では、ライダーを用いたトムソン産卵の測定を行い、プラズマ中の電子密度、温度プロフィールを求めている。ウィキメディアコモンズには、ライターに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。